感染が確認されたのは、高知市の未就学児から40代までの男女合わせて5人です。全員軽症で、2人の感染経路が分かっていません。感染経路不明の2人のうち、40代の男性会社員は、先月下旬に四国内の県外に出かけていて、一昨日い、医療機関を受診し、陽性が判明しました。30代の妻の感染も確認されています。 高知市の30代男性は医療従事者で、今月1日に症状が出て、一昨日陽性が判明しました。同居家族のうち2人は陰性、高知市内の保育園に通う男児1人の陽性が確認されていて、同じクラスの園児11人を検査予定です。 また、きのう感染が発表された男性の同居家族の30代女性も感染が確認されました九州地方に一緒に旅行していた5人全員の陽性が判明したことから県は62例目のクラスターと判断しました県によりますときょう発表の5人についてはデルタ株の疑いがあるということです。県は対応の目安を 感染観察に据え置く一方で、県民に注意を呼び掛けました、まあ、3連休も控えていくということで、いろいろと旅行等を考えておられる方々も多いとは思いますが、患者さんが急増しているような地域への旅行については、その必要性についてですね。 再検討をしていただくのがよろしいんではないかと思います。